そうですね、まあ若手が今メインなので、まあかなり和気あいあいとして、まあその中でも切磋琢磨して、まあ若い者同士、まあ活気あふれる雰囲気かなとは思います。はい、研修は基本的に、まあ、その人その人やっぱり覚えられないもやっぱ人それぞれあると思うので、その人ができるようになってから完璧な状態で独り立ちさせるっていうところではありますね。はい、そこは人によって変えているところではあります。まあ、人間性をすごくこう大切にしたいなって思っているので、会社として、まあ、やっぱり協調性がある方だったりとか、まあ、こう仲間意識が強い方とか、まあ、もちろんやる気とか、そういったところがまあ必要というか、そういう人が入ってくださるとありがたいかなっていうところではありますね。昔から体を動かすことが好きだったんで、午前中のバラ積みバラ下ろしで、まあ、最初はやっぱり腰痛いとかあると思うんですけど、やっていけば慣れてくると思うので、箱の中がもう何もなくなった時の達成感とかは結構やったなっていう感じはありますね。コミュニケーションとか話す場とか結構多いので、話が好きな人とかでも苦手な人でもとても話しやすく、多分楽しくできると思います。まあ、いい意味でその社長や所長部長なども他の会社よりも全然距離が近いので、相談とか、まあ、プライベートの話とかも悩み事を相談しやすいと思うので、楽しく働ける職場だと思うので、機会がありましたら一緒に働きましょう。ドライバー求人サイトのドライバー。